この時間はクリック365為替情報のコーナーです。今週のゲストは岡安商事外国為替 IS 本部の吉田浩一さんです。よろしくお願いいたします。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてちょっと微妙に円安できてるのかなということ で、 そうですね、103円から瞬間風速、はい、昨日104円もついたようですが、はい、つきました。一連のこの動き吉田さんどういうふうに見てらっしゃいます？そうですね、今日今朝のちょっとね、うん、ドル円は昨日104円をつけて、うん、今日103円の30銭ぐらいから始まって、うん、今日株価も先ほどなんか先物の方では1万7000円ぐらい、そうですね、海外では7070円までいきましたね。そうですか、はい、で少しね節目となります数字が出始めてきたなっていう状況なんですけどね、うん、で特にこのドル円の方に関しては、うん、ちょっと今日チャートを用意したのでここ数ヶ月間の動きをちょっとまとめて、うん、見ていただきたいと思うんですが、うん、ちょうどこれ6月の、EU のね、うん、イギリスの離脱の時からのチャートをちょっと表示させてもらってるんですけども、はい、この1日のですね、うん、値動きの、これ1本チャートの幅を、うん、この2ヶ月間はずっとその間をほぼ行ったり来たりしていたっていう、はいはいはい、状態大きく下日が出てますから、そうですね、ちょうどその間ですね、はい、まあ、99円台なども8月は出ました、うん、で値段が返ってきますと105円台までがあって、うん、で8月からこの9月の、まあ、スタートに関しては大体も100円から104の間で収まってきている状態ですね、うんうんうん、はい、ポイントとしては7月に行われました日銀の金融政策の発表、うん、この後に円高を招いて、でそして、先週ですね、ここの放送でも皆さん多く話があったと思いますけども、ジャクソンホールのシンポジウムがあって、うん、ここが起点になりまして、昨日の104円台まで来たというところですね、うんうんうん。昨日の104円でとりあえず頭を打ったのはアメリカの ISM 製造業が良くなかったということ で、 そうです、ね、で早期利上げが若干後退したということで、はい、またじり、まあ、若干円高っぽく混ざったという、こういうことなんでしょうかね。そうですね、今の利上げの話も、うん、いろんな部分の話が持ち上がってますけども、うん、やっぱり条件付きって言われておりますので、うん、まあ、雇用者の改善であったり、うん、アメリカのやっぱり中心の指標発表の数字が、うん、きちっと伸びていることが前提ということにありますので、うん、まあ、その辺は小さなニュースも敏感に反応しているのかなというところですね、うん、そして今回のジャクソンホール、はい、まあ、イエレン議長が利上げに対して前向きな発言等々と報じられてはいるんですが、もともと何か、はい、言ってらっしゃったことをリピートしただけかなという気もしないでもないんで、むしろ筆者副議長の発言の方に何か反応した感じですよね。はい、本当にコメントのフレーズは毎回私同じに感じてます、うん、私もイエレンさんの内容に関しては、うんうん、ただ周りでそう作り上げてきている流れがちょっと感じています。まあ、9月の利上げを、ね、うん、意識させる内容だということで8月22日の土曜日にフィッシャーさんの方もコメントを出しているんですけども、うんうん、ちょうどその後ですね、うん、28日の日曜日には、まあ、日銀の黒田総裁も、うん、まあ、追加緩和の余地はあるんだよということを残しながら、うんうん、まあ、このジャクソンホールにそれぞれのですね、うん、各首脳陣が集まって話が終わったという状態ですね、うん、ただこのイエレンさん去年出席しなかったんですよね。そうでした。で、はい、今年出てきて、まあ、何かしらこういうふうな、ね、出席の動向も、うん、9月を何か予見させるような集まりじゃないかってだいぶ騒がれてたんですけども、まあ、正直あまり、ね、具体的なことは控えて、終わったっていうふうな印象で私の方は終わってます。黒田さんもそうなんですよね。去年出席してないんですよね、はい、そうなんですよ、ね、そうなんです。でその前の2回は出席して、その後結構金融市場発言に反応してますんで、はい、今回もある意味で反応しましたね、はい、しました。そうですね、はい、だ市場期待は、うん、その利上げっていうものがいつなのかっていう待ってる方が多いんだろうなっていう感じはしますね、うんうん。7月末の金融政策決定会合と結局は ETF の買い増しだけだったんですけれども、はい、なんとなく苦情に満ちた雰囲気の記者会見だったなと、ね、ところ今回はやけに明るい記者会見を、はい、明るい感じでした、でしたよね、はい、だからなんか腹が決まったのかなという個人的にはそういうふうに憶測してるんですけどね、はい、そうですね、はい、そこはちょっと、ね、期待されるところじゃないかなと思います。そしていよいよ重要イベント、はい、目白押しの9月、はい、この感じですね。これ9月、うん、結構今年のやっぱりもう後半戦に向かうスタートラインとしてはポイントだと思います。これ特にまず今日ですね、うん、アメリカの雇用統計が控えてまして、うん、来週には ECB 総会、うん、ユーロとしてのまた立ち位置も決まってきます、うん、そして後半ですね、
これ同日に日銀の総会とアメリカ FOMC が2日間連続同日なんです、うんうん、これちょっと昼間それからアメリカ時間、うん、もう2日間夜通しで値段結構大きく動くと思いますね、うん、実際からいけば日本が先行するわけですけれども、そうですね、はい、ただまあ日本だけではなくてやはりアメリカを待ってということになるとなりますね、注目のあれですよね、なりますね、ただまあこの9月の利上げに対します言及は、うん、まあ、イエレンさんはちょっと口を閉ざしておりますので、うん、なるべくマーケットの市場混乱が先行しないように、うん、配慮してるなっていう感じもちょっとしております。さて吉田さん、はい、雇用統計、まあ、なんといってももうこれは避けて取れませんが、ね、これの見方を教えてください。はい、ちょっとね、あの一覧表にしてまいりました、うん、これ雇用統計の、事前予想、まあ、今日も事前予想っていうのは後ほどあのお見せしますので、うん、6月7月8月3ヶ月間ちょっと直近振り返りますが、うん、結果と予想がものすごく乖離して、うん、数字が離れてるんですね、うんうん、特に6月は一番上真ん中の上赤枠でくりましたけど16万人に対して3万8000人でしたよね、マイナス12万人の減少ということで、うん、そして7月には18万人の予想が28万人、うん、急に今度は10万人増えて、そして先月8月の段階では25万5000人の結果が出て予想よりも7万5000人プラスと、うんうん、だこれ振り返ってみますと、うん、2ヶ月連続でプラスプラスで来てるんですが、7月も8月もこの雇用統計以降の翌週から為替はどちらかというと、円高になってる流れがありますから、雇用統計までという非常にこう旬の短いちょっとターゲットになっているのかなっていう感じはします、うん、であとこれ面白いちょっとあのデータがあるんですよね、うんうん、1996年以降なんですけども、はいはい、この8月の雇用統計9月の発表時におけるエコノミスト予想を過去19回のうち15回は下回っているというこういうデータがあるんです。なるほどね、はい、なのでちょっと魔の9月って言われてるんですけども、うんうんうん、私もねどちらかというとあまりにもそのジャクソンホール以降、うん、この雇用統計の改善という期待が強すぎてマーケット上がってきてますので、うんうん、何か今日数字が逆に動いた場合は、うん、この1週間上がってきたマーケットが一瞬にしてちょっと打ち消される可能性もあるのではないかなっていう怖さはちょっと感じてます。あまりにも期待が先行してますわね、確かにね。そうですね、はい、だからその動きはね、うん、ちょっとあの注意っていうところですね、うんうん、はい、そして今日いよいよそのアメリカの雇用統計ですけども、はいはいはい、今日の事前予想と、うん、前回の、ね、結果の部分を確認したいと思います。まず予想はですね18万人の予想が立っています、うん、前回25万5000人でしたので、お伝えした通りどれくらいの数字の乖離があるのかということで、うん、価格の変動は大きくなってくると思います、はいはい、まあ、失業率平均時給等は、今表示の数字の予想となっておりますので、うん、ここも、発表後のチェックですね、うんうん、で一応一昨日ですねポイントとして左下書きましたが、うんうん、ADP の雇用者数の発表があったんですけども、うん、予想よりも 0.2、まあ、2000万人の、ね、プラスということで一応終わっております。はいはい、なので ADP の方であんまり数字の大きな誤差がなかったので、うん、もし雇用者数がこの18万人微妙なこう前後であれば、うん、前回よりも数字が落ちてきますので、うんうん、今日の展開が少し変わる状態も考えられるんじゃないかなというところですね、はい、確かにこれは、まあ、毎回そうですけども今回は特に、はい、本当にもう利上げがもう目前に迫っているということを確認するかどうかということになるから、そうですね、非常に重みがありますよね今回の雇用統計はね、はい、まあ、連続してこの雇用者数の改善が3ヶ月連続でできるのか、うん、できないのかでやっぱり利上げのそのタイミングっていうものはだいぶ変わってくると思うんですよ、うん、で特に先ほどの表を見てもらいました今月2日間同日に FOMC と日銀が行われますのでね、はい、でこの2日間のまあ、前段階、うん、前準備っていう意味での数字ですから、うん、やっぱり皆さん世界的にも注目している方も多いと思いますね。なるほど、はい、さていよいよ9月に入りますと、まあ、いろんな意味ではまた土日含めていろいろセミナー計画されたりしますよね、はい、私たちが今取り扱ってます東京金融取引所、うん、クリック36市場の方でも、うん、9月11月あ10月そして11月と連続して、この秋の、ね、イベントが目白押しなんですけども、
弊社お返し商事としましても、特に今月の半ばに控えてます日銀と FOMC、うん、直前スペシャルということで、うん、どういう、ね、流れになるのか、うんうんうん、これをちょっとあの私も含めてですね、徹底分析解析やっていきたいと思います、うんうんうん、でまず来週の土日の、2日間でこれはあの開催無料となっておりますしね、皆さんぜひお越しいただいて、うん、私の作成したフィボナッチ定規もね、お渡ししたいと思っております。なんか評判いいみたいですねこれね。そうなんです、今回ねまたイベントが多数続きますので、うん、たくさんね今作りまして、うん、新しく改訂版も出ておりますのでね、うん、皆さんぜひこれをねお持ちいただいて、使ってほしいなというふうに思っております、うん、そして、最後ですけどね、すいません、ページちょっと変えますが、はい、9月17日はですね、うちの弊社の看板講師のちょいわる先生が、はいはい、もう9月17日日付を見てください。本当に FOMC と日銀の直前です。直前ですよね。直前の直前で17日の土曜日ももう一回やります。で大胆予想ってことですかね、はい、そうです。この2日間の大胆予想、うん、答えをね、ちょいわる先生の方から出していただいて、うん、皆さんのトレードにね役に立てていただければと思います、うん、で皆さん今ご来場の方増えてますので、うん、まあフィボナッチ定規ももちろん皆さんね、うん、使っていただきたいんですけども、新しく弊社はコモディティと FX の、3ヶ月カレンダーっていうものを実は作ったんですよ。ちょっとねこれ画面でお見せできればなと思ってるんですけども、うん、こんなものをちょっとね作りました、うん、はい、いろんな各国の指標発表がいつ何時にどんなものがあるかっていうカレン、何時まで書いてあるんですか。書いてます。なのでこのカレンダーがあると、うん、皆さん忘れがなくチェックができますし、で簡単な、チャートの解説分析なども中に入っておりますので、うん、皆さんに、ね、必要なちょっと大事なツールになりますから、うん、ぜひ、ね、セミナーに来て、ね、これもお持ち帰りいただければと思いますので、お電話番号の問い合わせ間違いがないようにかけていただければと思います。お待ちしております。はい、ありがとうございました。吉田さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。